ちょっともっと。体操とフィギュアスケート、それぞれのフィールドで唯一無二の領域にまでたどり着いた2人。そんな両者が競技人生において経験した究極の境地、ゾーンとは。自分でゾーンを検出するんであれば何回ぐらい入れたと思います、競技中。いや、もう数え切れないぐらいなんだけど、レベルで言うとマックスに近いのが2回あるかなっていう。競技してるところ以外でも今日は一日うまくいくっていうとこから始まりだからインパクトみたいな言い方もありますけど、そんなレベルじゃないんですけど、最後までなんかもう本当自分の思い通りにいった。それ2011年の世界選手権、内村6種目全ての演技をパーフェクトに揃え、史上初の個人総合3連覇を達成した。寝てってもうすぐでちょっと、まあ、寝てるんだけど目覚ましになるなみたいな時があったんです。その時から今日は全てがうまくいったって思い出て、そこから全部全部すごいですね。それが多分過去一の人なので、ゾーンの向こう側に行ったこともあって、それはまあリオの個人総合決勝の鉄棒の時さ、練習は試合のように、試合は練習のようにみたいなことが言われる。でもまあ試合が練習のようにできたことなんかほぼないじゃない、絶対にないと思って、試合は試合だと思ったんだけど、その時だけあ練習のようにできてるみたいなことがあって、やっぱゾーンの向こう側に行けたから、一回入りまくったら無理だったみたいで、いつも通りできてるっていうか、なんかどうにでもなるみたいな感じの時が、今向こう側なのかなって気がする。深いなって思ったのは僕も2回なんですけど、初めて多分ゾーンに入ったのが小学校7年生ぐらいなんですね。その時は本当に上からちゃんと全部リアルで見えてて、で飛んだ瞬間に時間止めて、あの弾くずれてるから直そうと思って、こうやって上からこうやって角のような感じでキュッと直したら全部飛べるみたいな時期ありましたね。気持ち悪い、似てるかもしれないですね。やっぱあのゾーンの感覚が、僕は本当の場合は多分その操り人形系なんですけど、僕の場合あのロボット司令塔系なんですけど司令塔、あのなんか操縦室みたいなところに、そう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 に来て自分がいてやってるんだけど、感覚はもう自分ではない。で ここにいるちっこいのが操ってるみたいな感覚になる。面白いですね。うん、僕はもう上からの中が完全に客観です。うん。なんか一時停止できるのいいね。俺のとはできなかった。たまにあるじゃないですか、あのなんか。この子片足上げっぱなしの多くない？怪我してんのかなって。もう寝てる時もついてる。濡れてる時はね、こうやるんだ。カメラアングル変わって。こう調子だった？あれ言ってます。嬉しかったね。でもそれは、でも初めてのチャオチュールなんだよね。多分その奥の方のゾーンが、奥の方のゾーンは、何も隠れてない。呼吸すら危うい感じ。滑りを。知ってるかしてないか分かんない。もうあくびしか出ない。入りたいの？うん、あの2020年で日本がすごい一番深かったと思うんですけど。コロナ禍においてシーズン初戦となった2020年の中を顔にしてる。こうちゃんと顔にしてる。フリーで4回転4本を含む全てのジャンプを完璧に決め、5年ぶりのテリングを見せられた。出て痛いの？そんな神がかった演技の直前、かつて経験したこともない深いゾーンへと入り、なんか右手を上げてるんだよ。中で言ってる10分間ですよ。これ使うと本番入るまで10分くらいなんですよ。でもついてるけど、寝ながら、まあ多分メートルとか足がしっかり熟睡してるんですけど、ポンちゃん
で、ちゃんと10キロって自分でした。そこを使って。ポンちゃん。出ていこうのか。勝手に開けてパッとやるまで、完璧な10分0秒で行ってます。なんか、そういうの。ついてるって大丈夫、はい、やっぱり4回高い入れるようになったら、そんな簡単にゾーンに入らないから。背伸びしてる。いろいろやっぱり計算するのが難しいなって思います。難しい技っていう。なんか、こここうしてこうやってこうなって、こういくからこういく、ここでいけるみたいな。もうずーっとイメージして、何回も何回もパンプで。初めての茶を中途で。そこを使いすぎると酸素も奪われるし、うん、めちゃくちゃわかる。ブレット締めでやる前とかめっちゃ考えてますよ、ね。なんかわかります、見てて。考えて考えて、考え抜いた先に考えないみたいなところに。そこに行けると楽なんですけどね。いけないんですよね、難しいなんか。考えたんだよね、やっぱ。分かってみると考えちゃうみたいな。そこは、確かにある。いや、まあ、それも練習なんですね。なんか、どんだけいい練習できるかっていうのは、そこまでたどり着けなかったら、やっぱり、見てる。ただ、本来は使うべきじゃないんだと思うんですよ。でも、使わないと勝てない場所もやっぱあるので、だから、その使わないと勝てない確率が低い。